会話たまが。なんか本当おじさんが入ってるなんて噂がありますけど、あれは噂ですよね。なんかいろんな、そうですね、お父さんが入ってるんじゃないかって噂もなんか違う。ありますけどね、噂ですよね。おー、うん、ストップモーションの、作り方ですが、まずですね、カメラの前にこう映るものを全部こう用意しないと始まらないので、まず人形を作り、美術を作り、お部屋を作り、今回でいうとそのリラックマと、人間の人形を作り、そこからこう人形を動かし始めるっていうところに入っていきます。ストップモーションを作る撮影の時間なんですけれども、10秒間撮るのに大体、1人のアニメーターで丸1日かかります。私はリラックマの後ろのジップが好きです。カオルさんがなぜリラックマを必要かというと、リラックマは触ると柔らかくてあったかくて、やっぱり手放せないんだと思います。カオルさんの人生がうまくいっていないとは思わないけれど、みんな誰しもみんなうまくいってないって感じる時はあるんじゃないかなと思うんで、カオルさんは本当にどこにでもいる普通のあなたであり、あなたでありっていうことなのかなと思います。なぜゆったりするのが大切かというと、あんまり忙しくしすぎていると人に優しくするのを忘れちゃったりするのするからなのかなと思います。もうリラックスしてないと、食べ物が美味しく食べれないからかなと思います。お団子はですね、お団子大好きです。みたらしの団子っていうお醤油とお砂糖で甘辛く、味付けしたやつが好きです。私もその同じ醤油味のが大好き。ぜひいただきますください。私も美味しいやつ持ってきてください。脚本上では日本の、4月から3月までの、各月 の、 メインイベントを盛り込みました。季節はですね、光をちゃんと、12ヶ月の太陽の位置を計算して光を作りました。あと雪とか桜とかそういうもので表現しました。みんながたくさんの人が共感できるようなキャラクターにしたいと思いました。あとカオルさんとリラックマの関係性は、私自身猫を3匹飼っていて、家に帰るとすごくこう猫を撫でることでホッとする存在があるので、そういうリラックマもそういう存在でいてほしいなと思って書きました。今回は初めてのストップモーションアニメーションだったので、普段実写ではできないことがアニメーションでできると思って、想像力をなんか豊かなんでしょう、なんかこう飛ばして全然違う世界に連れてってもらおうと思いました。